ゴムの力を見ていただきたいんで、今日持ってきたのがこれ、消しゴム。消しゴム、優しく優しくするだけで汚れを取れるっていうのがこのタオル。軽快なトークとともに、お客さんの目の前で商品の魅力を伝える実演販売士たちが帰ってきました。コロナ前はいっぱいいらっしゃったけど、昭和の人間なんでやっぱりこういう対面がいいんですよ。本当になかなかできなかったんで、人前でできるっていうのはもう本当幸せ。この2年コロナ禍での感染拡大のリスクから、店頭での実演はなんと9割が中止。史上最大のピンチに見舞われていたんです。しかしそんな中、なぜか2021年の3月期で67億最高売上でした。なんとコロナショックを跳ね返し、過去最高売上を記録。その裏には執念の実演販売士たちがいました。新しく見せ方がないかなということで、今研究をしている最中です。商品の魅力を伝えるプロたちの知られざる奮闘を追跡。見えてきたのは、売ってなんぼの実演販売士が打ち出したありえない戦略でした。売らない実演販売ですね。え、それって一体何？東京スカイツリータウンにあるのが、実演販売会社コパコーポレーションの直営店デモカウ。商品の実力を直接その目で確かめてから買うことができるのが魅力です。年末の大掃除の時に、なんか洗剤ないって言ったら、ちょっと覚えといて、シュッとかけると泡が立たない、腹が立たない、お掃除めちゃくちゃ楽です。汚れをね、こうやって細かく浮かしていきます。お水で泡が立たない、はい、腹が立たない。コロナ禍で売り上げの柱となったのが、巣ごもり生活でニーズが増えたお掃除グッズ。電子レンジは洗剤使いづらい場所だから、水で濡らして軽くこするんです。そうすると汚れがこっちにつく。去年150万枚を販売した水だけで油汚れを絡め取るクロス。拭き取った汚れもすぐ落ちるという実演販売士のセールスポイントは、結構水が高いでしょ最近、だから節水にもなるから、おー、うん、絶妙なトークにお財布の紐が緩んだ親子。でも気になるのは、誰がやってもこんなに使いこなせるのか。そこで実際に購入したお客さんを追跡させてもらいました。もう10年くらいかな。10年以上落ちないですよね。なかなかね。主婦の青木さんのお悩みは、オーブンレンジについた10年ものの頑固な焼き焦げ。果たして。へー、あ、すごい、固まってるのが落ちる。さすがに新品のようにピカピカとはいきませんが、青木さんも満足の仕上がりに。そしてクロスの汚れは、あ、すごい落ちる。普通の雑巾だと本当にベタベタしちゃって、もう洗う気にもならなくなっちゃうから。これまでレンジを拭いた雑巾は使い捨てにせざるを得なかったと言いますが、洗ったクロスは今なんか水でサササってゆすいだだけなのに、もういい。これおよそ30人の実演販売士が所属するコパコーポレーション。コロナ禍にもかかわらず、過去最高となる売り上げを達成しました。そんな快挙の裏には、実演販売士だからこそできる、お客さんの反応をダイレクトに受けた商品のブラッシュアップ術がありました。
この日実演販売士が手にしているのは何やら手作り感があるパッケージ。新商品開発を進めてまして、この新商品の売りポイントっていうのが現段階でお客さんにどう響くのか、で仮にちょっと改善する点があるんだったらそれをまたフィードバックをして、はい、より良い商品として出せるように。その名も占い実演販売。試作段階の商品をお客さんに披露し、絶対に売れる商品にパワーアップするための試みなんです。まるでスパイダー、蜘蛛の巣のように張り付くからかけてあげる。先輩の名前と垂れないんですよ。垂れないんですよ。今開発中だという泡タイプの洗剤。液体洗剤のように垂れず、キッチンや風呂場の壁に貼り付き、手軽に掃除ができる洗剤だそうです。僕のおすすめはこれかけるじゃないですか、はい、でお風呂浸かるじゃないですか、浸かってる間に溶けるじゃないですか、で最後シャーって流す。いいでしょ、楽ちん。なかなかの好感触。でもこんな声も。何ヶ月も積もり積もった汚れが本当に落ちるの？何ヶ月も積もり積もった汚れはこれじゃ多分落とせないです。結構頑固な汚れも落ちた方が嬉しいですか？もちろん。やっぱそうですよね。こういうのって網にできないから。この洗剤、手軽に毎日使えることが売りのため、タイルなどの素材が傷みにくいよう洗浄力は若干抑えめ。それが忙しい主婦にはマイナスだったようです。コロナ禍になっておうち時間増えて、やっぱ溜めないようになりつつあるっていうのは、まあ、うちの認識があったんですけどね。そんなこまめにしないわっていう。こうして見つかった課題はメーカーと共有。自信を持って売れる商品になるまで何度も繰り返すのだといいます。お客様の意見を聞いてる実演販売士の意見がやっぱり一番、まあ、近いのかなっていう感じはします。お客さんと一緒に商品を育てられるっていうのは実演販売の大きな強みだと思うんですよね。すごい。コロナ禍で実演が9割も中止になったものの、スタジオと店頭をつないだリモート実演を開始。リアルタイムで画面越しに商品の魅力を伝え、コロナ禍の暮らしを快適にするグッズの販売に力を入れました。マスク生活の中で売れたのが曇り止め成分を染み込ませたメガネ拭き。蒸気を当てても曇りません。水だけで簡単に頑固な焦げが落とせるたわしなど、巣ごもりニーズにマッチした掃除グッズや調理器具など、メーカーとの共同開発商品がヒットを連発。過去最高売り上げにつながったんです。もちろん大記録を成し遂げられたのは商品の力だけではありません。ちょっと新しく、見せ方がないかなということで今研究をしている最中です。商品の魅力を最大限に引き出し、お客さんにより伝わるように見せるのが実演販売士の腕の見せ所。はい、お客さんの前に立たない時間も腕を磨き続けているんです。ずっとやってるだけじゃなくて止める、あ、引き込ませる、はい、お客さんを楽しませてさらに買ってもらう。影の奮闘は今日も続いています。スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANN ニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。